カメラにしてもそうですけど、はい、自分の作品作りに必要なインプットってどういうところからしてきたんですか？僕は海とか山。へー、自然ですか？あとリラックスする。あ、そうですね、はい、もうそういうなんか自然からこう来るっていうのは絶対あるなって普段今でも海とか山とか、あ、行きますよ。はい、スポーツとかされるんですか？でスポーツは今ゴルフぐらいしかやってないんで。本当にじゃあ海や山行ってリラックスされるっていうのはよくやってましたよ。はい、写真撮ったりとか。はい、写真よく撮ってましたね。太陽とか、まあ、今でも撮ってますけど、iPhone で簡単に景色撮ったりとか、そういうのはいいですね。その当時はフィルムで撮って撮るのがあったんですね。そうですね。なんかこう一生懸命ファッションショー見たりとか、そういうことじゃなく、あ、そうですね、もっとナチュラルな、はい、リラックスしたところから何かインスピレーションを受けると。はい、ずっと昔からそうなんですか？ずっと昔からそうですね。まあ、ファッションショーとか見ても変なのしかないんで、はい、もう当時はハイファッションだったん で、 で、ね、今だとちょっとリアルな、ね、はい、のありますけど、ハイファッション見てもモデルも違うし、これ着れねえだろうとか、こんな髪型しねえだろうと思ってました。身近な感じは一切ないですね。そうですね。だ、そういうのやってると今度自分でディレクションできるようになるんですよ。あの、ずっとやってるんですけど、あの、海外とかに行って自分でモデル決めて自分でヘアメイクして、それで、あの、カメラの、まあ、カメラ撮らないですけど、カメラマンがいてこういう感じで撮ってとか、こういう感じがいいんじゃないのみたいなのもやってますし、はい、まあ、今コロナになっちゃったんで行けてないですけど、ついこの間も小豆島まで行って、小豆島ですか、ね、そうで広告とかもずっとやってるやつなんで、そういうのやったりとか、だからそういうのをやってたおかげで、そういうことが自分でこうディレクトできるようになったみたいなのはありますよ。だからニューヨーク行ったり LA 行ったりメキシコ行ったりって言って、そう、ここでこう3、4年ぐらいずっと最近は春夏秋冬のやつを作ってやってましたね。そっか、ほとんどかなりの期間海外にいらっしゃるって。そうですね、あとは、はい、中国で、あの、中国全土行って回って。すごい広いですよね、中国全土ってだいぶ広いですけど、はい、もう毎月行ってましたからね、中国。まあ、今も全然行けないですよね。今はさすがに行けないんですけど、中国行った時もそのフォトも入れるので、中国ってまだフォトの文化がなくて、でフォトを入れることによって、それが今あの人たちは勉強して多分すごいやってると思うんですよ今の。あ、はい、あ、その文化なかったんですね。ないですね、全然。もう300年以来とかいてもフォトやってる人って3、4人しか手挙げないですよ。えっていう。でもカメラ写真業界には中国メーカーがものすごく増えてきてますけどね。今は多分すごいね。僕が2年前まで行ってた時はほとんどやってないですね。2年前で、はい、あ、そうですか、はい、面白い。すごいですね。そしたらそこをこう一気に伸ばしてこられちゃうとちょっと困っちゃいますよね、ヨーロッパの。あの人たちは加工力がすごいんで、勝手に僕の作品撮って自分で加工して「フレッ!」っつって見せてくるんですよ。お、トシコ良くなってんじゃんみたいな。良くなってる、良くなってるすごいんですよ、もう iPhone で撮って。中国人のその、なんていうんですか、すごい力、推進力っていうか、はい、ものすごいですね。すごいですね、もう日本の美容師さんすぐ負けますね。もう負けてるかもしれないの。それはそれでちょっと楽しみですね、なんか、はい、そっちはそっちでまた。そうですね、だから、まあ、美容ってもともとヨーロッパのなんかビダルサスーンとかそういう文化でずっと、で中国人もそっち勉強してたけど、
アジア人の髪って黒髪とかってあっちあの髪カットじゃならないんですよ。あっちでブラントで切ってもなんか適当にフィッてやったらフィッてなるんですよ。でもどうやってもならないっていうのに中国の人たちも気づいてるわけ、気づいたんですよ。で日本に目を向けたんですよ。でしたら僕らがこういうの作ってるじゃないですか。同じ人種、似てる人種でなんであっちはこんななって柔らかいのできんのってなって、それで日本にすごい勉強しに来たりとか、僕たちが向こう行って教えたりとかっていうのがブームになって、で今に至ってる感じですよね。だから今度は中国人が作るあのチャイナビューティーみたいなのが多分、まあ韓国もすごい出てるじゃないですか今。チャイボーグって言って中国からの女の子たちはそうやってチャイボーグって言われて出てる、来てるので、でアイロンもや僕やるじゃないですか。できないんですよみんな、アイロンが使えなくて。 でも今はアイロンだいぶできるようにもうなってきてるんで、あとはフィニッシュワークだけですね。うん、はい、そういうのを教えて、はいすごい。どれぐらい、じゃもう一気に進んだ感じなんですか。いや多分そうですね、はい、今だとまたちょっと違ってくるかもしれないね。でこの間ライブセミナー最初にやったんですよ、中国に向けて。7万人見てましたからね。そうなんですか。はい、7万人の美容師がたった僕2時間しかやってないんですけど、7万人見てました。すごい、なんじゃこりゃと思って、ライブで、はい、7万人ってすごいですね。東京ドーム超えたと思ってちょっと喜んでました。東京ドーム増えちゃいますもんね、7万人じゃ。それぐらいのやっぱりね、すごいのがあるんですよ中国には。でもそうですね、山田君もセミナーとか、まあ、そういった講演会とかでも、はい、まあ、どんどんねたくさんやられてますもんね。もう最近だとやっぱりそういったそのセミナーとかで リアルではもう今でき、リアルは今年からちょっとずつまた、はい、もう小規模になりますけど、もう大きいイベントって多分今年もないと思うんですよね、はい、